ロンドンにある機関店のオックスフォードストリートストアマンチェスターのエクスチェンジスクエア店バーミンガムの店舗セルフリッジズはイギリスの高級百貨店チェーン。創業者はハリー・ゴードン・セルフリッジ。ロンドンのオックスフォードストリートにある機関店は1909年3月15日に開業し、ハロッツに次いで英国で2番目に大きな店舗である。1909年、 ゴードンセルフリッチがボンドストリートに開業。1950年代にライバル百貨店のルイス百貨店に買収された。その後、1990年まではルイス百貨店で知られたリバプールのルイスリテールグループの参加にあった。2003年にガレム・ウェストンによって買収され、百貨店もウェストン家が所有している。この間、グレーター・マンチェスターのトラフォード、 マンチェスター市内中心部のエクスチェンジスクエア、バーミンガムのブルリングに3店舗が新規開業した。セルフリージ百貨店は建築としても優れており、観光客の行き先としても人気である。ロンドンの店舗は、自身の地元シカゴの百貨店マーシャルフィールドを手掛けた、ことでも知られるダニエル・バーナムの設計による。ロンドンの建物はいくつかの段階に分けて建設され、最初の段階では、 デュークストリートの角の9本と半分の柱間のみで構成されていた屋上に巨大なタワーを混流する計画案があったが実行には移されなかった。また装飾の細部を担当したアメリカの建築家フランシス・スー・エイルズのほか、ロバート・フランク・アトキンソンとトマス・スミステートも店舗建築の設計に携わっていた。オックスフォード・ストリート店の入り口の上に置かれた。 特徴的な多色の彫像は、イギリスの彫刻家、ギルバート・ベイズの作である。セルフリッジのロンドン店は2010年には、世界最高の百貨店に選ばれた。トラフォード店は石材に大理石を使用していることとロンドン店に著しく、似通った外装に特徴がある。マンチェスター中心部にあるエクスチェンジスクエア店は5階建てだが、フロアごとに設計者を変えており、 認めや雰囲気がそれぞれ異なる。2009年12月、セルフリッチズの幹部は総額4000万ポンドを投じてセルフリッチズに関係する遺憾的な外観へと改装を実施する予定であると発表した。さらに、夜間に建物の外装を照らす LED 照明を使用したアートの導入も計画していることを発表した。バーミンガム店は建築設計事務所、 フューチャーシステムが設計を手掛け、その外装は、インターナショナルクラインブルーの色の下地に、アルミニウム製の円盤で覆われている。2003年の開業以来、バーミンガム店は、毎年、イギリスの産業雑誌ーテールウィークに、訪れるべき100の店舗のうちの一つとして、取り上げられている。セルフリッチズ・ウィンドウセルフリッチズ・ウィンドウズは、同社ブランドの異名にまでなり、英国内では、社名や、 オックスフォードストリートの地名と同等、またはある程度の知名度を持つようになった。セルフリッチズは、この垂れ幕のデザインにかけては大胆なアートで先導してきた歴史がある。店舗の建物が修復を受けている間、工事用の足場は、サムテーラーウッドの撮影によるエルトン・ジョンのような大物スターの写真で追い隠された。セルフリッチズの垂れ幕は常に観光客やデザイナー、 流行のデザイン、スタイル、ファッション等に敏感なファッショニストたちを魅了してきた。2002年からはこの写真は、地元ロンドンの写真家、アンドリュー・メレディスによって撮影され、ボーグ、デュエル、アイコン、フレームマガジン、クリエイティブレビュー、ハンガリアン・スタイラス・マガジン、デザイン・ウィーク、ハーパース・バザー、ニューヨーク・タイムズ、WGSN 等の雑誌、新聞に掲載されたり、 世界中の多くのメディアで取り上げられたりするようになった。ありがとうございます。